いや、本当にもう狂っちゃうぐらい寒いですね、今日も。ええー、後部陽子さん、よろしくお願いします。カブくん、こんばんは。ノエル・タ野ノ様と私も同じで、羽生結弦選手のもの、目につくとポチッと、えー、してしまいます、えー。全部じゃないですが、写真集、えー、羽生結弦展、えー、プロローグのグッズ、えー、プロローグのグッズまだ来てない。あ、なるほど。うん。全部ポチッとしてしまった。 えギフト、便利な時代になり、ポチッとすれば買える。良いのか、うん、えー、買いすぎる可能性があり、えー、怖い。まあ確かにそうですよね。ポチッとしたらもう買っちゃったりね、しちゃうので、まあ、ちょっと本当にもうね、うん、ポチポチしすぎちゃってね、えー、もう、あの、金銭的に膨れ上がっちゃうことあるんでね、ちょっと注意は必要かなと思うんですが、うん、でも、買わせやすくっていう方は、あれ、そういう風な感じにもなってるんでしょうかね。 ギュ、うん、ンママ様、こんにちは。よろしくお願いします。ライブ好きの私にとって、箱ってとても馴染み深い単語でした。そうなんですね。箱って。うんえー、普通に運通用するものだと思っていましたが、どうやら違うんですねいやその箱ってね。 知らなかったです、僕。うん。それと、生徒お兄さんは本当に面白いですよ。あ、そうなんですか。海外ではキリ、キリストとブッダをコミックにするなんて、さすが日本と言われていますけど、でも、好評のようですよ。あ、そうなんですか。なるほど。うん。キリストとブッダをコミックにするんですね。うん。えっ、ー、と、キリストとブッダは多分大丈夫かと思いますけど、これ、イスラム教徒だったら、これ、ちょっと大変ですね。うん。 テラ、えー、さんよろしくお願いします、えー。ギフトが発表されて一気に注目がそちらに集まった成果、えー。プロローグが終わってまだ10日なのにもうずっと前のように感じます。確かに。確かに、本当確かにですね。えー、羽生選手が八戸公園の千秋楽で震災について語った言葉の中で私が強く心に残った言葉があります。えー、それぞれが3.11という記憶、傷を持っていると思います。傷は 痛みはそれがあったことを明かしたと思いますと、羽生選手は言いました、うんえー。その時私は震災のことではなく、私の亡くなった父のことが思い出されました。以前お話ししたことがありましたが、私の父は私が19歳の時に自ら命を絶ちました、うんえー。その時から30年以上経ちましたが、一日も忘れたことはありません、えー。おっしゃってましたよね。日常の何でもない時にふっと思い出され、 心が苦しくなり、気持ちを切り替えるのに少しだけ時間が要ります。 いつも見守ってくれてるっていうかたまに来るんじゃないかなっていうねお話もしましたよね亡くなってから数年は寂しさから父は私たちを捨てた,捨てたんだと思ったこともありましたああそうなんですか恨むことをエネルギーに変えて生きている時もありましたそうなんですか近頃は亡くなった父の年齢に自分も近づいて何となくですが父の気持ちもわかるような気もします え決して私は同じ選択はしませんが、うんまあ、自殺、うんえー、痛みはそれがあったことの証し、それを聞いて思いました。 なぜ私の心が痛むのか。それは父を亡くした悲しみ。えー、なぜ悲しいのか。亡くしたのは、えー、私の幸せの記憶、一番大切だった家族の温かい旦那だったから、えー、私が悲しいのは、それまでつ、えー、幸せだったから、えー、心が、えー、痛いのは、それだけ私は父に愛され幸せだったからなんだと思うことができました。いや、でもなかなかそこまでこう、できるっていうことはなかなか、 ちょっと想像が僕はできないんで、うん、心の痛みとともに幸せだった頃を思い出して痛み、えー、傷を温めながら生きていこうと羽生選手の言葉を教えてもらいました、うん、あとそう思うとです、ね、羽生選手が本当に生きがいになったんだなってすごく分かるので、うん、やっぱ本当心の支えになっているなっていうのを感じましたね、うん、はい、えー、これからも羽生選手皆様の心に届く そういうふうに僕は思いますので。うん。はい。というわけで、皆さん、ありがとうございます。確かに、プロローグ終わってから、もう、ギフトに移ってて、あんま話が、こう、まあ、ね、通り過ぎた感じがするんですけどもね。うん。本当早いなって思いますね。うん。はい。というわけで、えー、っと、これでこちらも全てコメント読んできたかなと思いますんで、えー、ちょっと、僕はもう、かなりちょっと今日寒いんで、もう鼻がちょっと詰まっててですね、えー、っと、もうちょっと寝ていきたいと思ってます。 はいではねありがとうございましたこれで以上です